い、チャラリンコ。はい、今日はね、ニャンさんとね、ぶっちゃんとね、3人で海風公園に釣り来ました。で、今日はね、釣りして釣った魚をでキャンプ飯でアウトドアで食おうっていう企画ですね。朝焼けです、今ね、朝まずめで、今ね、朝まずめに釣り開始してアジとサバが結構釣れてるんだよね。ぼちぼちね、さびきで。だ今日のね、今日のアウトドア飯はね、必ず食材が確保されたっていう感じでね。お、来てる。揚げたていい？いいよ。コルトスナイパーでスペラの顔でさびき釣りです。ツインパワーだよ。あ、ツインパワーとかツインパワーとか3つついてるよ。おえ、やりました。泳がせで使いたいって。いいサイズのアジ、美味しそうです。これも東京湾ブランドの金アジ。あ、サバか、無敵サバか。いや、両方アジだ。え、どっち？お、すごい、イワシ。アジお、イワシさんね。イワシ、アジ、サバ、いろいろなの。イワシ美味しいんだよ、それ。チコイワシ美味しいんだ。海鮮丼、もうこれ青魚3種盛りじゃないですか。3種盛り、ね、アゲ。はい、東京湾ブランド金のアジでサビキ釣り。もう来てる。このね、これが楽しいんだよ。これが楽しいんだよ。お、すげえ、4匹ついてる。わあ、1匹落ちちゃう。イワシとアジのミックス。イワシとアジ、鯉のぼりです。今サビキででかいの釣れたよ。なんだこれ、石持ちか。なんだこれ、ほんとね、サビキ何でも釣れるんですよ。お、これはあれか、ムツだ。でかムツ釣れたよ、すごい。ノドグロ、いつもめっちゃちっこいのしか見ないのに。ノドグロです、黒ムツ。牙がすごいんだね。この口にやるとね、怪我するんでバス持ちしないでください。やった、泳がせ。もうチートやってんだ。チートのチートトリプルフックのトリプルフック、これで出てたいの。お、俺の竿にまた来た。簡単と釣ってるね。もう次は3匹ついてる。全部アジ。はい、全部アジです。あったか。こんなでっかいの釣った。ベラ、これね、青ベラ、九千ベラの親分。オスだね、オス。性転換するんだよね。そう、大きくなるとね、メスがオスになって青くなるって言ってるらしいよ。ほら、こんな鮮やかな魚、綺麗だよね。はい、皆さん見えますか、綺麗でしょね。九千ベラ。今日はもうね、べっちゃんとニャンさんと3人で、海風公園でサビキ釣りで、ほんの朝まつめ1時間ちょっとやって、これですよ、これ。うん、アジ、イワシ、サバ、ベラ、クロムツ、ね、ほんの時代1時間ちょっとでこんだけだよ、ね、入れ食いです。ベッチャンネルです。アウトドア YouTuber のベッチャンネルです。まだね、YouTube 始めたばっかってことで、ぜひ皆さんチャンネル登録お願いします。これからキャンプ動画とかガンガン上げていくんで、皆さんは、ショアジギングのプールも名人ですね。今回は、今日はサビキやってますけどね。あー、マジ。東京湾のライブカメラ、東京湾ライブカメラっていうチャンネルと、を今メインでやってるみたいです。そちらもね、チャンネル登録お願いしますと。はい。全然そっち気にしてないから大丈夫です。ね、すぐ釣れたでしょ。目が取れちゃう。今回は、今日はね、サビキ2号と3号で、重り5号。これがね、ヒットタックルです。ということで、今日ちょっとね、朝まずめ釣りして、短時間でね、こんなにいっぱいアジ、イワシ、ムツ、ベラ、サバ、まあいろいろ釣れたんで、今日はもうこれをね、せっかくの釣りたての魚あるんで、これを、外で料理して現地食いやっていこうと思います。アウトドア企画、イエーイ。
海鮮丼作ってきました。あれでいこう、超簡単なやつね。現地食いの時はこれ。ちょっと切り込み入れて設定どう？なるべく汚さずにさばく。これで一丁終わり。あとで露骨とか取るけど、これがあれば取っておけるよね。うん、刺身ですとちっちゃくなるな。これはサバ。あ、取ってる。あ、取ってない。アジとサバと黒ムツの刺身用にさばいたんだけど、醤油で漬けにします。粉と一緒にシャカシャカしてあげてください。完成できました。はい、できました。はい、べっちゃん特製のアジの唐揚げです。うまそう。じゃあこんな感じでね、海鮮丼もできました。これいっぱい入ってるの食べて。これ魚少なめでいいや。アジと丼あっていいね、いいね、いいね、アジと丼あっていいね、いいね。ちょっと早いな。あれアウトドアっていいねの歌。いただきます。はい。いただきます。うん、うまい？うん。よっしゃ。うん、アジやべえ。うん。冷しいね。うん。お、刺身美味しいです。あざっす、やったー。釣れたてであれが食べれる。美味しいって言ってもらえたー。はい、先生、マジ、マジカリカツマジいただきます。ぶっちゃんの揚げた唐揚げ、いただきます。なんか塩が変わったの塩ですね。うん、上がってんのかな。美味しい。いや、外でね、揚げたてのすぐでも食べれるからね、最高。皆さんも食べない。会長、開けてない。マヨネーズ残ってる。コーラ。ちょっと残った魚はね、結構いっぱいいるんですけど、これ持って帰って食べます。べっちゃんが食べます。これはこのべっちゃんの皆さんです。皆さん、南蛮漬けにしていっぱいあるから。皆さん、これこの変な、あとで、これこの変なさ、変なやつさ、変なやつ食べるよ。いいじゃん、持って帰る。俺この変なやつ持って帰ります。変なやつ。釣りの帰りに今日は暑いんでね、なんと気温が36度超え、早間、神奈川県の早間にある日向カフェに来ました。日向カフェさん、かき氷のね
天然氷を使ったかき氷の店です。シャッターがすごい熱い。すごい、いちごミルク天然氷、いい色が、これかわいいね、ふわふわ、これかわいい、おいしそう。これもチョコミントにすればよかったかな。何にした？ミント好き。俺桃にした、うん、やっぱ今の時期マンゴーか桃かなって。サクサク、わあいいね、この色が緑とピンクでいいね。お、俺の桃すげえ。すごいおしゃれ。これ一番高いよこれ。ピーチ。いただきます。はい。はい、トッシー隊長のはね、桃のね天然かき氷。いやうまそう。これも早く食った方がいいよね。ね、うまいと思う。切ってる方でダメ。ああ熱い。うまそう。じゃあ早速一口、うん、いただきまーす。わあすげえ、桃がねトロトロ、うん、最強だねこれ。うん、何これ、桃が溶ける、すごいね、氷も溶けるし桃も溶けるし、トロトロだよこれ、美味しい、美味しいです。